はいはい。うん、オープニング止めました。というわけで、あ、なんか剣が多かったね、この階層ね。とりあえず、これ、ただの中に入れちゃって OK だと思うんだ。よし。はい。こんな感じです。まあ、武風の杖拾いましたね。いや、買ったんだけど。まあ、これは回数は2200だったっけ？さっき確認したらね、2回かな多分。じゃあ次の回行く。回数多分2回。剣があるね。敵が多いな。さあ、寄ってくるか。遠投装備しようか。さあ、病気と交換して、こいつには一発。はい。で、いや、打っておこう。ちょっと予防線を張っておく。もう一発打っておこうか。倒せないか。倒せないか。とりあえずこいつが嫌か。よしよし、危ない危ない。とりあえずこいつ。よし。ふぅ。で、HP を回復してから敵の上に乗りたいね。乗る。コンボ。装備しちゃおう。プラマイなしか。乗る。椿、なんだこれ。まあ持っていこう。よし。さあ、来てくれるか。いいもの。あった。な、回復しちゃった。危ない。ふぅ。あいつ、たまに、色黒いやつは、あ、モンハウか？まさか。一歩下がる。ちょっと待て。遠投つけてみよう。とりあえずこいつを。これなんだ、空振りか。幻覚と交換した。幻覚回数がない気がする。モンハーじゃないのか。ちょっと HP を少し回復して入る。あ、違う、モンハーではないのか。なんかそうか。触れる？まだ回数あったか。あ、やられた。大砲の弾使っちゃおう。これ以上力下がれん。あ、しまった。危ない危ない危ない。遠投装備中じゃないか。これ外す。危ないぞ。爆睡、鈍足。札に頼るの怖いね。でも、やらざるを得ないか。幻覚。爆睡、爆睡。当たれ！よし。で、ちょっと待って。罠できちゃったね。くっそ。これは？毒草ね。毒草、持ってかないか。あ、ちょっとミスった。ちょっとこの階層長いできん。あ、待て。HP 回復しないとか。行くぞ。多いな。さっきの杖、振ってみたいよね。椿。何でしょうか。あ、トンネル。トンネルか。また微妙なものが来たが。とりあえず、矢を。まだこう背中引いてないんだよね。
ツルツル床踏みたくないな。ちょっとまだ時間かかるな。シャチなんだこれ。あ、和骨ありがとうございます。どうする、巻物。どうも、なんだろうな。ただの中に入れておくか。ただの中に入れるんだったら刀入れた方がいいな。どうする、あれ始末してた方がいいだろう。罠踏むの嫌だけど、あれ怖えよ。もうさっさと次行きたいけどね。ちょっともしかしたら、あ、保存きた、いいぞ。これはありがたい。札入れのやめるか。杖入れとこう。罠消しいらないんだけどな。封印の杖使ってっか。ちょっとあの召喚スイッチ、召喚スイッチ踏んだ場合大変なことになるからな。ちょっとお払いもう一枚欲しい。あ、これ踏んで OK か。もういっちゃういっちゃう。危ない、ここ危ないぞ。よし、店がある。炎ポフ来た。 HP、 はい大丈夫だな。敵2体、ちょっと、あっ、罠あるのか、店の中に。基本的にないはずだったのだ。あ、3000だこれ。ふう、なんか高いね。店よく出ますね。どうするこれ。この腕輪が欲しい。あ、間違った。幻覚か。交換して持っていこう。やんやん拾えるか。よし、まあ、とりあえずこれ買おう。高飛びの罠ね。杖持ってきたいね。千巻か。ちょっと待て。とりあえず杖を買っていこう。戦術的にこれは重要。巨大ハレセンだ。これはいいね。あの、攻撃した相手を一マス交代させることがある。これいいですね。これ持っていくか。いくら ?2600? まあ足りるでしょう。で、3D。これ確認したいな。身代わり。身代わりの札は、あ、ないのか。落としたか。あの時に。あ、ちょっと待て。あ、大丈夫か。いいか、待て。あ、どうも、和骨ありがとうございます。杖持っていこう。ちょっと罠消し置いていく。あ、いや、罠消し使っちゃおう、この階層で。杖は買っていくとして、じゃ札を置いていこう。これね、足りるかな。3200、はいはい。ちょっとこれ買っちゃう。買っちゃうけどこれ買えなくなった。とりあえず、あの、識別だけでもしたい。から、まあいいや、これ交換して。ちょっと、識別します。あのね、3000の腕輪で絶対に欲しい腕輪があるんですよ。で、これ装備して、で、これ、待てよ。まあ、いいか。転がす。
50か。いらない。この腕はいらない。ハリセン装備できないですよ。合成します。ちょっと HP 回復して、ですね、3000の腕輪で、爆炎守りっていう腕輪があるんですよ。それが欲しいです。身軽強力ですけどね。とりあえず今戦術たくさんあるからいいでしょう。で、腕輪を確認した。腕輪じゃなかったな、なんだっけ、杖確認した。ふう、とりあえず戦術は割と確保できた感じ。あ、ちょっとこれは、ちょっと待って、ダメージいくつ、30ダメージか、下がるぞ。一ターンで落とせるでしょうか。よし、いいぞ。焼きおにぎり食べる。そっちへ確認したいのだが、穴消し使っていこう。あれどこ行った。この戦場に罠はない。縦縛りですね。でもね、ただ縛られてるだけじゃなくていいところもあるわけ。2回攻撃できるのすごく楽しいよ。まあ、いつこれ使うかだね。さっきのお祓いを。あ、巻物どうしようか。巻物ね。シャチ値段確認しとけばよかったかもしんないけど。まあいいか。結局値段確認してもね、よくわからないんだよ。このゲーム。値段確認してもあんまり意味がない気がする。さて。またか、剣が売ってる。でも金がない。あー、ジャビマル、くそー、欲しいな。コーナーたちはもういらんとして、豚足投げになった。ドータヌキ、うわー、欲しい。でもこれ買えない。ちょっと泥棒する手段もない。ジャビマル、基本値が高い剣です。メイン向きの剣ですね。特殊効果はないです。あ、固定ダメージ、剣がいっぱいあるのにね。とりあえず下がる。上から何も来なければいいか。危ねえっつーの。来るか。よし、基本値が高い剣ですね。めっちゃ惜しいけどね。ちょっとトドの壺でもない限り無理だろう。あ、身代わり買っときゃよかったか。身代わりがあったらな、泥棒できたかもな。身代わりとか、あと場所替えとかね、飛びつきとかあれば。とりあえず杖確認してこう。カツラ固め飛ばした。これはいいね。固め飛ばしは一時しのぎみたいな杖ですね。一時しのぎと違って階段に飛ばすわけではなくて、ランダムにどっかの部屋に飛ばします。いや、落ち、よし。試練3は泥棒やりづらいです。4みたいに気配察知みたいな腕輪が入手しづらいんですね。投資の腕輪っていうのがあるんですけど、これ入手が本当困難で、店売り限定なのかな。床落ちあんのかな。これ何でしょうか。手封じが出るかもしれないんだよね。合成出たんだっけ。なんだかわからないか。入れる。なんだこれ。ちょっと罠消し入れてみるか。識別出たんだっけ、どうなんだっけ。ちょっといらないもの入れてみよう。
あ、そういうのあるね。近ければね。あとヒノキか。そろそろ手表示出てもおかしくない。から、怖いね。高飛びでも入れておくか。何でしょうか。手表示でした。髪の毛ダメージでかい。でかい。ちょっとこれすぐ壊れてくれることを祈りたいが。満腹度の心配はとりあえずしないと OK。そうか。あれですね。なんだっけ。くそ。やばい。なんか札。やっぱアイテム使えないからね、今。髪の毛もつけてらんないし。手封じ怖いよね。いや、撃てるか。あ、撃てないんだった。ふぅ。危ない危ない。こいつ力下げてくる。ここ危険だよな。なんだそれ。あ、やばい。今サビオケつけてるっけ。あ、つけてない。まずい。あ、よし。状態上出てくれてるわ。あ、危ない。アイテム消える。くそ。ここだ。ちょっと待て。あー、頑固戦車強え。やばい、ここまでか。次の回に行っても手封じ解除されないからね。危ない、倒されるかもしれない、手封じで。通路歩くかな。ちょっと待って、階段の方に行くか。意を消して。頑固戦車やばいな。倒すか。よし、危ねえっつの。ふう、確か解除されない。基本的には状態上解除されるんですけどね。これは泡抜けしね。あの剣欲しいな。金使いまくっちゃったからな。無理だよな。トータヌキすごく強いんだけどね。あれが一本あれば。まあ、ちょっとほんと、まあ、最悪つけるか。危ないとこだった。倒せるとこだった。まあ、とりあえず、なんとか生きてるわ。手封じ出てくれて助かった。なんかめっちゃ雑談してますね。これアーカイブ乗るよ。剣がある。上から行くか。これ B1 の杖なんだこれ。ドレインバスターもう一本持ってるな。いいか。これね、米秒オフにしてんのね。アーカイブ乗るからですよ。あんまりなんかうちはネタとかやるとさ、これ不特定多数の人が見る動画だからね。ヒノキなんでしょう。あ、身代わりだ。よし、じゃあ泥棒やってっか。これは、でも場所替えがないと怖いよな。
あ、別に謝んなくても。高飛びがあるな。身代わり。ビーチが何かわからん。ビーチ確認したい。はい。振ってみよう。何でしょうか。ビーチ。あ、福岡。ちょっと泥棒かけてみるか。不幸で、ドレインバスターは、あ、なんだこれ。あ、頑固戦車。ちょっと待って、アイテム消されたくないぞ。ここで隣接するまで待つか。で、下を引いたら消されるもんな。これなんだっけ。あ、なんだかわかんないか。じゃあ値段を確認しつつ、単音消費600個3000ウデアだ。じゃあ爆炎守りかもしれん。これは死守したい。天使に発砲しないです。フォートは違うんで。で、じゃあもう一旦待つ。で、封印があるだろ。札じゃなく、ブフ、トンネル。あ、トンネルもあるのか。封印。殴られる。倒す。よし。これ、なんだろうな。とりあえず呪われていない。これ食べておこう。いえいえ。これなんでしょうね。ちょっとこれ。ちょっと待てよ。眼光センサーがいるエリアでこれ確認したいもんな。よし。じゃあ、剣を拾っていく。ジャビマル。これ結構いいよ。基本12だよ。基本値強い剣はほんと強いからね。胴体力の方が強かったかな、でもな。ただの中に入れとく？保存、いや、ただの中に入れとこう。いや、もうやるって決めたからね。ここ倒されたらマジごめんなさいね。吹き飛ばしたかないよね。経路確認しよう。逃走経路、部屋が多いとこがいいな。右から通っていくか。わかりません。行けるかどうかわかんない。うん、トンネルがあるからね。いいか、通路のとこ通っていくか。とりあえず、いや、これダメだったらマジでごめんね。保存にこいつを入れるだろう。んで、胴たぬき、これすごく強いからね。基本値13。これ持ってっか。あ、あと何なんだっけ。音速いらないな。混乱もいらない。じゃあ今のは1本持ってく。こんな感じか。ただの中に。胴たぬきを入れて、はい。下通っていこう。うん、下通って、よし、逃走経路確認しました。じゃあ行きますよ。行こう。ちょっと待って、身代わりじゃなかった。なんだっけ。身代わりだよね。あった。あ、ドレインバスター売ってっか。安っ。いいえ。あ、アイテム売っとく？せっかくだから。じっくり見ないと。あと4分ですね。置く。ちょっと1個ずつやりますね。一個ずつやります。頑固戦車がいるんで、アイテム消されかねえんで。大した額になんないんだよね。5対1だからね。売り値買い値。
とりあえず壺だけ売ってくね。安いな。二足三文だな。ほとんど意味ないねこれ。ちょ、腕輪とかはいいや。あ、待てよ。でも壁抜け、あ、でも壁抜け今外せないか。こんなに高いんだけどね。よし、よし、行くぞ。泥棒さあ行くぞ。で、これ右、まだ身軽溶けてないね。あ、大丈夫かな。はい、ちょっと何になった。盗賊版、ちょっと矢を打ってこう。チューチンタラで、確認しよう。何もいない。トンネル、矢打つ。はい、盗賊版いるね。よし、待て、近いやつにやった方がいいか。同じか。どの道杖が不発でも、不発だったら倒されるからね。寝返りを振る。ちょっと待って、幻覚飛ばしとこう。よし、やったふぅ。やった、いいぞ。はい、というわけでいいもん手に入ったね。うん、トウタヌキとかね、あとジャビマールも、これは強いからね。というわけです。はい、じゃあ今回はこのくらいにしましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。